受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、今日も過去問ですね。平成22年度千代田区立九段中等適性検査の2、四角2番問いの2の方をね、解いていきたいと思います。これね、問1の方、解いたそのまま書いてあるんですけれども、三浦折の問題でなかなか難しい問題ですね。問1の方、かなり難しかったんですけれども、問2の方がですね、三浦折の、長所を述べなさいというものですので、これは、皆さんのね、観察力、適応力などを使うことによってね、文章としてうまくまとめていければ、回答ができるのではないかと思いますので、問2の方早速読んでいきます。写真6の地図や資料1の太陽電池パネルには三浦織の技術が応用されています。これらに生かされている三浦織の長所はどのようなものかを答えなさいということですね。ここで写真6見ていただきますと、地図に使われていますね。そして資料1を見ますと、太陽電池パネルに使われています。そしてね、さらに、四角2の、問題文の最初の方を見ますとね、写真3ということで缶飲料の缶にも使われているということでね、この辺りから、推測、観察力ですね、問題文を観察していきますと、もう、例えば丈夫であるとかですね、そのようなことが、簡単に、推測して導き出すことができると思います。あとはですね、写真5の方で、折りたたんだ、実際に紙として折りたたんだところの写真が出ていますので、このようなところからもですね、例えば簡単に広げたり畳んだりできるというようなところ、推測できるのではないかと思います。あとはね、これ紙を畳む問題なのでね、普通に畳んでみたらどうだろうかというところをね、頭の中で考えてもらうといいと思いますね。実際ちょっとね、ここで、三浦折とね、普通の畳み方でね、紙の方を折ってみたんですけれども、三浦折の方はね、こうやってパタパタとね、先ほど言いましたようにね、簡単に畳んだり開いた広げたりできるというような特徴があるんですけれども、例えばね、これを、まあ皆さんも紙を普通に折ることあると思うんですけれども、例えばじゃあ紙普通に半分に折りました、さらに半分に折りました、で、こっちのね、横の方向にも半分に折りました。また半分に折りましたという形でね、半分にパタパタパタと折っていくような形で折ってしまうと、これね、もう広げるのも大変ですよね。さらに、もう今ね、これだけ小さくなってるんですけれども、もうこれ以上は折れないよというぐらい分厚くなってしまいますよね。ですので、三浦折の特徴としては、折った時にもそんなにガサバらないと、かさばらないというような特徴も出てきますよね。ですので、問2の回答、三浦織の長所、どのようなものかということですけれども、まあ、箇条書きでですね、書いてもらってもいいですけれども、もしくは文章をつなげてもらって、三浦織の長所としては、折った時にかさばらない。また、簡単に広げたり畳んだりできる。そして、何度使っても傷みにくい。このような長所がある。ということで答えていただければよろしいかと思います。四角2の方ね、ちょっと三浦折ということで、結構問1の方は難しかったかなと思いますけれども、問2の方はね、文章から、回答の方を推察できたりしますので、皆さんですね、わからないということですぐに諦めずにですね、できるところを確実に取るということで、受験では、合格に向けてですね、だんだんと近づいていけますので、皆さん、受験に向けて頑張りましょう。